雷、それは我々にとって身近な天体現象の一つです。そんな雷の来光は上から下に落ちていくものだと思っていませんか？実は違うんです。今回はそんな身近でありつつも摩訶不思議な雷の原理について解説をしていきます。皆さんこんにちは、メガゴリラです。今回は雷はどうやって起こるかについて5分間で解説していきたいと思います。それでは早速解説を始めましょう。まず雷はどのような環境で発生するのでしょうか？そう、雷は発達した積乱雲によってもたらされるのです。では積乱雲とは何なんでしょうか？積乱雲とは強い上昇気流によって鉛直方向に発達した巨大な雲のことで、円筒は高度10キロほどに達します。また大きな積乱雲では成層圏の下部約高度20キロメートルほどまで達するものもあります。ちなみに世界最高峰であるエベレストは標高約9キロメートル、私たちが普段乗る旅客機は飛行高度約10キロメートルを飛行します。そのことから積乱雲がいかに大きいものであるかがわかると思います。そしてこの積乱雲が雷を発生させるのです。積乱雲の中には空気が急速に上方に移動する上昇気流が発生していきます。そしてその積乱雲の中央部温度はマイナス15度からマイナス25度ととても寒いのです。これによって上昇気流で運ばれた大気は冷やされ、過冷却された水滴、氷の結晶、あられなどの混合物が発生するのです。質量の小さい水滴や氷の結晶は上昇気流によって上空に運ばれていきますが、質量の大きいあられなどは上昇気流の中を上昇したり下降したりしているんです。これによって起きることは何でしょうか？そう、衝突です。上空に登っていけないあられと上昇気流によって運ばれてきた氷結晶がごっつんこしてしまうのです。あられと氷結晶が衝突すると氷結晶はプラスに帯電し、あられはマイナスに帯電します。これにより積乱雲の上方は上昇気流によって運ばれた氷結晶によってプラスに帯電し、積乱雲の下方は落下したあられなどによってマイナスに帯電するのです。さあ、雷が発生する条件が整いました。これからどのように雷が発生するのかを解説していきます。乱気流の下方がマイナスに帯電すると、大地の表面には静電誘導によりプラスの電荷が集まってきます。乱気流のマイナス電荷は大地のプラス電荷とくっついて安定したいと思っていますが、しかし大地と乱気流の間には分厚い大気の絶縁体があるのです。そのため大地に流れることができず、乱気流内に電荷がどん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 溜まっていくんです。そしてその電荷が空気の絶縁破壊強度を超えると絶縁破壊が発生し、放電路をゆっくりと作っていきます。最も短く流れやすい放電路を探すため、まるで迷路を解くように大気中を進んでいくんです。この放電路の先端が大地に近づくと、大地から伸びてきた放電路とつながり、積乱雲と大地が陥落するのです。陥落した際に見える強い光が私たちが見ている雷光なのです。そして積乱雲と大地が陥落すると、大地から積乱雲へプラス電荷が昇っていき、積乱雲内の電荷が中和されるのです。では雷はなぜこのような大きな音を発生させることができるんでしょうか？その鍵は雷のエネルギーにあります。有名映画バックトゥザフューチャーに登場する科学者であるドクは、雷のエネルギーをと表現していますが、実際は雷によって大小差があるものの10ギガワットほどのエネルギーを持っています。そしてこのほとんどのエネルギーはリターンストロークの際に発生するのです。このリターンストロークが私たちが見ている雷です。リターンストロークが発生すると一瞬のうちに周囲の温度3万度まで加熱します。なんと驚くことに、その温度は太陽表面温度の5倍も熱いんです。リターンストロークにより一瞬で加熱された空気は膨張し、周囲の空気を急速に圧縮するんです。
これにより衝撃波が生まれ爆発したような音がするんです。その後加熱された空気は周囲の空気にゆっくりと冷やされ膨張収縮を繰り返すことにより地鳴りのような音を発生させます。これが雷鳴のメカニズムなのです。とそろそろあっという間に5分が経ってしまいますが、せっかくなのでもう少し詳しい話もしましょう。積乱雲は上からプラスマイナス、そしてマイナス10度以下の下層のプラスと電気三重極子構造になっていますが、実は最新のゾンデを用いた観測によれば30子はおろか40子50あっびっくりした。部屋が真っ暗だ。どうやら雷が近くに着弾してブレーカーが落ちてしまったみたいですね。これ以上は環境的な理由で説明できないですね。仕方ないです。ということで今回の解説はここまでです。ぜひ摩訶不思議で身近な雷に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。アビーデベルチ、さようなら。